じゃあね、第5章信長編2つ目なんか松永久秀スパイダーおじさんが裏切るみたいです。え裏切るの？なんで？長篠に現れた武田信玄は影武者だった。本物の武田信玄はすでに死んでいたのである。パッパ大量の鉄砲を用いて武田騎馬隊を圧倒した信長は周辺勢力に対してさらに苛烈な戦を仕掛けていく。ほう。こうして勢力圏を外へ広げていこうとした矢先、京にほど近い山の国で不穏な空気が漂い始める。桃地の旦那じゃねえんすか。やらかしたか。市議山城の戦い。市議山城だって。市議山城すげえマント。信長このものを覚えて。本当だ、信長呼びになってる。でしょ。ご無沙汰していました信長。あれチカちゃん囚われていた毛利の城を出し、囚われたの、戻ってきました。囚われてたんだ。しかですか、生きていた雨子勝久殿、お前の帰還を待ちかねていただ、うん、勝久、勝久殿には近く播磨の光月城を任せるつもりだ。はい。その時はお前も共に行くといい。光月城、毛利との最前線ですね。あれ怪我してない？望むところです。本当だ。ところで松永久秀殿だが、近頃不穏な気配がある。久秀殿は有能な将だが、我らとは相入れぬ思想を持っているようだ。気をつけた方がいい。そういえば何か言ってた。久秀か、気に留めておこう。知り合いって言ってて。おお、誰？カンベ。ここへ来てなんでいきなりいるの？ねえ、なんで？サさん大好きじゃん。どうか溶ける。え、一番好きじゃんこれ。一番好き。だって黒のカンベが好きなのに顔も好き。ね、クマがある。急に出てきたね。え、なんで？俺信長でやる。なんか光秀編とか他の編の時に出てくるのかな。え、いいですか。ほう。おお。見通してみせる。つかみ。見通せました。ほう。あなたがかの有名な竹中半兵衛。二人ベイベー。うん。そこに控える忍びが仲間だ。どこ何なのその二人の絡み。ああ。なんだお前。なんかキャラかぶってんぞって怒ってる。こいつは黒田官兵衛。有馬で掘り出した逸材だ。頭の良さは天下一品。半兵衛にも劣らねえぞ。さっき信長様の許しも得たから、今日からは正式にオイラたちの仲間だ。みんな仲良くしろよ。かっこいい。かっこよくない？え、目が。必ずや勝利を導きましょう。よろしくお願いします先輩。うわ、うん、あ、先輩か。うん、いつでも頼ってね官兵衛。かわいい。ところで秀吉、久秀さんのことだけど。ああ、何をやらかしても不思議のねえ御仁だが、称賛もねえのに離反するってのはらしくねえよな。うん、うん、だけど久秀さんに限らず、最近の信長様に不信感を持つ者は少なくない気がするんだよね。やっぱイメチェンは不評なのね。つまり松永を潰しても同じような離反騒ぎが今後も起こりうると。さすが先輩。なんかバカにしないちょっと。ちょっとバカにしない。だとすりゃ笑えねえ話だ。怖い服着てんの。とはいえ、まずは軍師っぽい服、うん。裏切りの代償はしっかり払ってもらわねえとな。ほこり？掃除しないよ。結局こうなりましたか。こいつも転生者？転生者じゃん。多いんだよな。ね、この世界線。あ、平雲。安心せえ、平雲や。お前を置いてはいかぬ。この平雲ってやつが大好きだった。これ何？壺？花瓶？で？さあ、共に参ろう。うん、
秘蔵の茶釜を抱えていったか。久秀らしいさ。本当らしいよね。久秀殿は我らと似ていた。古き秩序を壊し、理想の世を築かんとしていたのだから。みっちゃんと。ただ、多分光秀編で分かるんだ。理想の世は独善的に過ぎた。だから俺たちが目指すべき世は。やめておけ。今俺たちが語るべきは理想ではない。いかにして乱世の断りを壊し尽くすか。だ。かわいいんだよ、リボン。あ、誰にもらったの？俺の懐が。余計なことに惑わされず、斧が刃を研ぎ澄ませておけ。わかった。肝に銘じておこう。みんな、聞いてくれ！いよいよ次の毛利攻めは、オイラたちが主力を任せる方になったぞ！和藤君、なんでそこいるの？光秀さんも一緒だって聞いたけど。まあそうなんだが、光秀は助っ人みたいなもんで、総大将だって。総大将はオイラってことよ。それは結構なことですが、毛利の恐ろしさを侮らない方が。あら、黙っとけ新入り。主に軽々しく意見すんじゃねえ。あ、主なのね。お前だって子さんじゃないだろ。ほら、はいはい、そこまで。喜ぶときは思い切り喜ぶ。それが秀吉のやり方なんだよ、勘兵。あら、そういうこと。かわいいんだよな、勘兵。なるほど、ありがとうございます、先輩。かわいい。勘兵でいいよ。うわ、中二病坊主、うん、新聞持ってる。英字新聞。英字新聞持ってる。はい、次はね、第5章信長編、はい、手取り川。手取り川、なんか社長と戦うみたい。社長とおじさまが戦う。長篠の戦いにより武田の勢いは失われたが、上杉謙信の部位は未だ健在である。異物だから。実況を解かれて以降、黙々と無働きに励んできた柴田勝家だった。弓保持おじさん。手取り川の戦い。水入ったんじゃん。いや、今日は庭の林道がよく咲きましたね。こんな池吉に毎日お話ししてもらえるの。でも心が壊れてるから、そろそろ顔を上げてはいかがですか。無理だよ、もういつまでも塞ぎ込んでちゃう。体にどうか。生の神谷ボイスが聞けないんだ。仲間さんを助けられなかった私が許されるわけにはいかないの。あら、バサラの位置よりはまだマシだけど。そればかりですね。長政様が怒って。俺たちは生かされて今ここにいるんですよ。実況も解かれたことですし、いい加減前を向かないと死んだ長政殿も浮かばれないんじゃないですかね。結構厳しいこと言う。もう無手してる。言葉が過ぎました。無手したよ。ですが、俺の考えは変わりません。俺はこれから上杉との戦に臨みます。マジ家紋かわいいよ。勝利を祈っておいてください。勝家の家紋かわいい。土壌が自ら顔を出してるやつ。勝家呼びなの？決まっていくぜ！あなたの存在、心強いな。あなたの存在、心強いな。あ、したした。織田の一年、この目にしかと焼き付けた。この謙信の膝を折らせようとはな。膝ついたの？うん？ずっとついてた。全軍、退却だ！奮戦に免じて深を言わせん。次にまみえし時こそ、我が聖堂にて払おう。倒しきれなかったんだ。俺らのこと呪霊だと思ってるからな。特級術師。あ、勝家、ごめんなさい、果ての援軍に来て。何、援軍に来れるの？いつ。いえいえ、お助けくださりありがとうございます姫。なんか飛んでるの？蝶々。あの時
私の元を去る勝家が小谷城で全部背負って散ろうとする長政様に重なったの。重ねてきたよ。悲しい思いを二度としたくない。くそ、そう思ったらいても立ってもいられなくて、ついたらしかこいつ。姫、姫、あの時そんなこと。あんな大見え切っといてつくづく面目ねえな。俺ありがとう勝家、あなたの言葉で目が覚めたよ。目が覚めたって。もうあら、あんな風に塞ぎ込んだりしない。お、元気になった。これからも私は自分を信じて戦い続けてみせる。長政様や勝家みたいにね。何あれ、俺しか見えない。その息ですよ姫。俺もこの槍守る者がため振るうと誓います。あー、かっこいい。いいよかっちゃん。なんか社長にちょっとやられちゃいました。社長にちょっとやられちゃったけど膝はつかせたということ。ずっと膝ついてた。余裕だったぜ。はい、